大橋正信のメインチャンネル。大橋でございます。ああ、すいません、やぶすいませんね。はい。私、言うんですけど。はい。僕、言うんですけど。はい。比例代表でさ、NHK 党に入れると思ってんだけど、もしもし、聞こえる？あ、聞こえますけど、出てないですよ。何？出てないですよ。出てないから、入れてもダメか、全国で入れても。比例代表で入れてもダメなんだよね。比例代表で NHK と書いて投票したら、無効票になりますよ。ああ、そっかそっか、そこだよね。わかりました、わかりました。てかごめんなさい、ちょっとせっかくお電話いただいたのでちょっと伺いますけど、ええ、なんで NHK 党に入れたいんですか？いやいや、やっぱりNHK 大嫌いだからさ、もうとにかくね、 ああいうね、もう財務省のね、手先みたいなのは嫌いなのさ、俺、すごく。財務省の手先？いや、だってそうだべさ、 NHK なんて大体民法、基本的にさ、やっぱり新聞社はじめさ、全部さ、消費税だって還元されてる、少ないしさ。いや、それは新聞に関しては分かるんですけど、なんで NHK が財務省の手先なんですか？いや、なんでだってさ、全部だけど、NHK が大体、財務省が大体ほとんど選挙も支配してるじゃないですか、大体見てると。まあ、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、少なからず、今そういったことを期待されて NHK 党に投票されようということでお電話いただいたと思うんですけど、少なからず立花は NHK 問題解決させる気ないですよ。あ、そうですか。で、なんで僕こういうこと言うかっていうと、僕立花と仲違いしてるんですよ。仲違いしたんですよ。なるほど。あ、そうですか。はい。でもっと言うと、2022年の参議院選挙でガーシーっていう人間を擁立させてるじゃないですか。ね、はい。あれについてはどう思われます？いや、僕はそれよく知らないんだけど、ガーシーの人は確かに。でも、もうそのガーシーっていうのはもう国会議員でもないですし、犯罪をして逮捕されてる人間ですからね、そういう人間を立花擁立したっていうことはちょっと頭の片隅に置いといていただけたらとは思うんですけど。でも NHK の浜田聡なんか頑張ってるんじゃないですか、国会のところでも。すごく。そうなんですか？私はそうは思わないんですけどね。ああ、そう。じゃあ、ちょっと喧嘩がしまうんで。わかりました。了解です。はい。はい。すいません。はいはいはい。はい。